これがかなり今日は始め、うまくない人もあんまり始めたばっかりしてもちゃんと持っててんだけど、その例外、なんか三味線がね、こういう風に置いてあるんならこういう風に構えられるんですよ。こういう風になってるからこういう風に構えるのなかなか難しいんですよ。そのこうだとスッとできるんだけど、こうなってるとかなりこういう風に構えないとっていう意識が出てくるんですよ。言ってる意味わかるかな。この三味線はつまりこう出して、これがこういう風にこうだと三味線を置いてるとこうなるってことじゃない。こうなってないと、こうなんないってことじゃない。ちょっとね。うん。でも今度あんまり考えすぎると、こうやって構えちゃうから。こうやって構えられると困るんだけど、でもなんか、少しこの手のこっち側が、ちょっとこっち側に出てるって感じに、こうなんないといけないってことです。ね。で、ここくっついて。こっち側に平行だった。そうそうそう。ね。あくまでも三味線にこういうふうにバチが。こうなったりこうなったりしないっていう感じにあると一番弾きやすいってことです。うん。それでただ上げてこう弾くだけだ。